おはようゴンザレスパラレルです。さあ今日は 2024BBM ベースボールカードセカンドバージョンを1ボックス開封します。ということでね、このシーズンがやってまいりましたね。はい、で狙いなんですが、やはりセカンドバージョンといえば始球式なんですが、僕は笑点ファンですので、木久扇師匠のねキラキラが出るといいなと思っております。あとはですね、コンボクロスというのもありまして、このつば九郎ドアラ、ここら辺熱いですね。あとトレジャーもね、36種類に増えたんで狙い目だと思います。あとジャージカードもなんかもありますね。では行ってみましょう。おお、光ってますね。はい、こんな感じです。それでは行ってみましょう。1パック目、うん、分厚い。はい、では行ってみましょう。最初に出てきたのは周東選手ですね。今年はね、開幕から大活躍ですね。はい、お、庄司選手出てきましたね。はい、もう早速チェックリスト日本ハム。はい、あ、これはアップデート版ですね。横山選手ですね。はい、でカミングヒーローズ出てきましたね。石上選手、この人確か笑顔がすごく素敵な方ですよね。はい、これはい好きになりましたね、テレビで見てて。はい、高橋選手のキラカード、クロスアースの野間選手で、山本選手、門脇選手、お、吉村選手ですね。今年はねちゃんと先発、ま、守ってますからね、ローテーションね。はい、で松本選手、酒井選手、甲斐選手、クロスアースの伊藤選手、よいしょ。で、あ、早速始球式カード、中村千春選手、ラグビーの選手ですかね。はい、はい、村松選手、お、小川選手かっこいいなこれ、涌井さん、岩崎選手、お、渡来選手出てくれましたね。はい、じゃあ3パック目です。はい、藤岡選手、某高橋選手ですね。はい、大関選手、お、これはチキチキジョニーの石原さん、はい、お笑いの方ですね。でこれなんですよ、はい、銀紙金紙とあるんですが、この金紙ね、サインの入ってない、これがね今年から登場したんですね。うん、割と金だと割と綺麗な感じがしますね。うん、まあまあシリアルナンバーカードを増やしたいっていうのもあるんでしょうね。はい、100枚限定です。でキラーカードがあって、ゲラ選手、お、佐々木選手だ、青木選手、小笠原選手。はい、では次行きましょう。ちょっとねカード人口も多くなってきたんで、みんな集めてる方多いんでね、シリアルナンバーをどうやって増やすかがねポイントなんですよね。金紙銀紙にしてきましたね。はい、で村松選手のカミングヒーロー、小島選手、菅野選手ね2桁勝ちましたね。はい、エスパーダ選手、松山選手。はい、5パック目。クロスの松本選手、モイネロ選手、辰巳選手、西川選手で、これ花火のやつですね。誰だろうな、阪神ですね。おー、村上選手だ。金色なんで300シリですね。はい、
で西舘選手、小笠原選手、栗選手、山崎選手、西舘選手のルーキーカード。はい、では則本選手、三森選手、川野選手、今年活躍してますよね、中継ぎね、大車輪の活躍で。隅田選手で、お出てきました、菊王さん、これ嬉しいな、これでね、キラキラ光ってくれると嬉しいんですがね。はい、栗林選手、床田選手、坂本選手、石上選手もあれなんですね、クロスになったんですね、すごいな、1年目で。はい、船場様選手。では手前の列ラストパックですね。はい、小島選手、栗原選手、田中選手、金村選手、お渡瀬真希さん、僕世代ですからね、リンドバーグは。今すぐキスミーなんかもね、売れてましたからね。はい、よいしょ、周東選手のキラ、門別選手だ、カリステ選手、野間選手、ベイスターズのチェックリスト。はい、ということで真ん中の列行ってみましょう。まだね、銀サインが全然出てないんですよね。ちょっとじゃあペース上げますかね。はい、お、なんか出てきた。おお、これはいいですね、長岡選手のスターポートレイツが出てきましたね。はい、嬉しい。佐野選手のキラ、歌山選手、やっぱ12球団ものはね、いいですよね、楽しいですよね、開けててね。カスティーヨ選手、もう銀サイン、菊池選手出てきましたね。はい、どこ置こうかな、置き場所がないですね。前川選手のキラ、今のところシリアルが2枚出てますね。お、ルーキーの小田島選手、早速カード化されてますね。阿部選手、お、伊達ちゃん出てきましたね。嫌いな人いないですよね、サンドイッチマンね。はい、遅咲きのね、芸人さんですね。西選手、筒子選手もあるんだね。で、はい、戸郷選手、セリーグはね、巨人と広島のデッドヒートですね。どっちが優勝するのかな。うん、はい、チェックリストは千葉ロッテで、銀サイン出てきましたね、高橋選手の銀サインで、キラキラは北山選手、塩見選手、田中選手、お、またチェックリストカープですね。で、ノイジー選手。はい、では次行きましょう。はい、お、孫チャーホー選手ですね。あ、なんだろうこれ、紅林選手、中村選手、アギラ選手で、これなんだろうな。おう、赤白が出てきました。森選手ですね。25枚限定。おー、いいじゃないですか。どこ置こうかな。本当に置き場がない。ここ置きましょうかね。はい。ちょっと見にくくてすみませんね。はい。いいじゃないですか。赤白が出てくれましたね。おー、チェックリストのジャイアンツ。
牧選手、長岡選手、木浪選手。ボックスヒットですかね、赤白が出るってことはね。はい、これは水野選手ね、はい、今年スタメンでね出てきましたね。森選手、お、神田愛花さん、あ、好きなタレントさんばっか出るな、始球式嬉しい。小川選手、サンタナ選手、おお、ルーキーの西舘選手もラインナップなんですね。はい、じゃあ真ん中最後です。今宮選手、おー、クロス、宮城選手で、はい、田宮選手ね、はい、で、雪平梨沙さんの300シリですね、ハート柄パラレルですね。これも置くとこがないなはい、で、河村選手のキラ、丸選手、堂林選手、お、ヤクルトのチェックリスト嬉しい。で、東選手、今年もすごい活躍、勝利をね積み重ねてますね。あとね、中日の高橋選手なんかもね、負け知らずでね。はい、中村選手、尾形選手、これは竹内選手のカミングヒーロールーキー、菊池選手のキラ、サイスニさん、森下選手、あとは何が出るかな、1,2,3、はい、荻野選手、紅林選手、今井選手、若月選手、長岡選手、お、渡来選手のルーキーカード、これいいですね。はい、あと銀サインもう1枚出るんですが、渡来選手で引けると嬉しいですよね。はい、岸選手、レイエス選手、おお、これは誰なんだろう、尾上真帆さん、歌舞伎俳優ですね。はい、もう大きくなったんですね。はい、紅林選手のキラ、上茶谷選手、じゃあもうね3パックなんで、チャッチャッと開けて総評価に参りましょうかね。お、藤田奈々子さん出ましたね、ジョッキーですね。はい、水谷選手、お、ここでちゃんとカード化されてる、嬉しいな。はい、牧選手、もう一枚ね銀サインが出るはずなんでね、渡来選手が欲しいですね。お、佐々木朗希くん、竹内選手か、うん、藤原さんは何をしてらっしゃる、声優さんか、はい、で関根選手のキラ、クロスアース、クロスアース、ヤフーレ選手、じゃあラストに銀サインが入ってるってことですね。銀サインは1ボックスで3枚必ず入ってますからね。はい、お、佐々木選手のルーキーサインですね、銀サイン、これが当たりましたね。まあいいじゃないですかね。はい、最後は島内選手でした。はい、銀サイン、まずおさらいすると3枚出ましたね。はい、これ嬉しいね。で、赤白が出ました。はい、で雪平梨沙さんが出て、で金紙版が出ましたね、100枚限定で、300枚限定の花火版のカードでした。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。
この動画が良かったと思われた方はグッドボタンを、また開封動画、紹介動画を見たいと思いましたらチャンネル登録していただき、次の動画をお待ちいただけると嬉しいです。動画のコメントもねお待ちしています。ということで始球式は何枚出たんだろう。5678、はい、1ボックスで9枚ぐらいは出ます。ということでさようなら。